はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。セリオンズ実況チャンネルへようこそ。セリオンズデッキ製造工場長のリュウです。さあ本日なんですが、サンアバロンアロマ勇者セリオンズというぶっ壊れ植物展開テーマご紹介していきましょう。さすがにねこのテーマね初めて触ってみたんですけどね、やばいですね。はい、やばいです、簡単に言うと。で今回の動画対戦動画になってまして、あまりにもね展開ルート長いんです、この連携かなり楽しいですけど、まあ分かりやすいですし、通常モンスター1体から展開してるので分かりやすいんですけど、展開ルートめっちゃ長いんで、それ全部紹介してるのとデッキ紹介してると多分ね500万時間ぐらいかかるんですよ多分。なので今回は一応展開ルートざっくり解説というのとデッキ紹介は別動画にして、今回のこの動画は対戦動画となってます。そこら辺ちょっとご了承いただければと思いますんで、概要欄に貼ってある展開ルート解説動画もよかったらご覧ください。それでは対戦いきましょう。デュエルスタンバイ。なるほどなるほどですね。とりあえず一旦苦渋の決断ぶち込みたいんですけど、なんかあります？なんもない。なるほど、苦渋の決断でサンアバロンサンバじゃないサンシードゲニウスロキオというのを描いていく予想外。とりあえずうららはなさそうだな。うららはなさそうか。なるほど、このサーチ止められるとちょっとめんどくさいですね。まあ召喚機余ってるんでなんか貫通できる気はしないでもないけど、なんか頑張れば。あ、でも無理か、召喚剣が足んねえか。効果発動通れ。シュー取った。オッケー。まあ一応は抹殺持ってたから、まあ無限保養とかはなんとかなりますけどね。で3バインソーイングとかいう謎のゆりかごの効果によって、双子が生まれて、で1000ダメージ受ける。で謎の木の効果と謎の木の妖精と双子の効果によって、生命が再び爆誕していくで種、この種がですね過労死するデッキとなってます。はい、まやかしいことではないですが、割とこいつが後々ね反復横跳びを繰り返すという感じですね。で3倍ヒーラーの効果によってライフを回復。自分のライフが増えたので、あとはもうアロマ展開をするときにめっちゃ有利になるということですね。でアロマセラフィージャスミンティーを出していく。でジャスミンティー、このロリコンはね結構強くてね、このロリコンリンク先のモンスターリリースするとなんかデッキから植物を出せるってガチでやばい効果あって、でこれで何でも植物を出せるんですよね。はい、ちなみにこれ召喚剣使ってないんであれですよ、最強のデュアルモンスターことギガプラントとかを出してデュアルっていうこともできます。最強でローリエを持ってくる。なんかこの辺はねなんか確定ルートなんで、まあ、覚えていただけばいいですし、これ多分このデッキはね、多分ね展開ルート、まあ、そこそこ長くすぎて、なんか解説動画出そうと思ってるわ。一応、今のところは。で、2体のモンスターでアロマセラフィー・ジャスミン2体目出していく。アロマセラフィー・ジャスミンの効果さ、これさ、ターチないの意味わかんなくないですか？これライフ回復するんですけど、ローリエがもし行くから、なんかそのアロマセラフィー・ジャスミンのなんかライフ回復したらなんか植物サーチっていう効果、これなんか単一なんか書いてなくて、名称指定のなんかこれおかしい、これおかしいと思うんですよね。でまあリリー・ボレア一応ないから持ってきて、でまあ人参かなんかでいいかな。これはまあ人参でいいでしょう。でリリー・ボレアを墓地の植物毒を装備しながら特殊召喚。これが新規モンスターなんか知らんけど、なんか謎にロイヤルが出ました。ありがとうございます、ありがとうございます。そしてリリー・ボレアの効果を発動。リリー・ボレアの効果によってリリー・ボレア自身を墓地に送りながらセリオンズカードをサーチ。そして円盤闘技場セリオンズリングを発動。円盤闘技場セリオンズリングの効果によりセリオンズキングレギュラスをサーチしながらキングレギュラスを特殊召喚し、これで何でも効果が無効が飛ばせる。よし、ニビルケアあまりにも遅すぎるニビルケアあったら出してるっつうね。はい、まあんまニビル入ってないからいいでしょう。でですねわけのわからん謎の茶色い木を出しまして、はい、謎のこのジジイみたいな木を出しまして、ジョジョ立ちみたいなね、ジョジョ立ちしてる木を出して、でメリアス効果でこの種が蘇生できますと。ちなみにこいつのこの種蘇生効果にも一切の単一制限ついてません。意味が分かりません。なんでこいつらは全員待機ないんでしょうか。わけが分かりません。待機つけろで、このモンスターの効果もまたもう一回発動しますので、通常の種が出てきて、あ、ちなみに種1体でリンクできるこのドレアス君、これも名称指定対地がありません。名称指定対地つけ忘れすぎだろこのテーマ、ふざけんな。でまた3倍魔法トラップカードをサーチするんで、これ持ってくるでしょ。あまりにもだよな。で手札1枚人参捨てて、でここでリンク召喚する、先にこっちですね。母なる大地サンアバロンドリュアトランティエ、名前覚えらんね。でアトランティエの効果で、この桜の木によってトラップカードを回収で、セッティングと、ちょっと待って、どうしよっかな。これ先こっちかな。これだけはすんな。こうしてここ除外するだろう。あれ持ってこよう。サボテンダー持ってくるルートでいきます。でアロマセラフィージャスミンが特殊召喚されて、で種蘇生する、はい、これした蘇生ですね。この永続魔法は一旦に一度この種をした蘇生するっていう効果で、ゲニウスロキ1体で、もう一回回復させて、でこれ皆さんお気づきだと思うんですけども、私まだね召喚剣を使っていないんですよ。はい、なんと今明かされる衝撃の真実、まだ私は召喚剣を使っていません。サボークローザー君は特殊召喚できないんですけども、まあ、召喚することはできるんで、持ってきて出すっていうことは余裕でできます。でアロマセラフィージャスミンと、ヒーラーでリンク召喚して、またこの、ジョジョ立ちの木を出して、でジョジョ立ちの木の効果によってまた謎の種が蘇生できる。おかしいだろ、何回この動画使うんだよ。まあ、エクストラ全部なくなるけどな、これやると。でリンク読んで、ベンガランデスっていう、バウンス効果を持ってるやつね、フリーチェーンの。でも謎のウソッキー出して、でウソッキーからのセットでサボークローザー爆誕、どうなのこっちかで、これで今バニティスペースが発動されましたんで、サボークローザー君の効果ね、はい、これですね。もう明らかにおかしいことが起きてます。今サボークローザー君の効果でこのカード以外の植物族がいるんですよ、フィールド上に。なので、お互いにモンスターを特殊召喚することができません。バニティスペースは禁止されたらしいですが、サボークローザーは禁止化されてませんので、もうサーチするの、これあれか、普通にタイミングねえから、もうこう使っちゃおうかな、このトラップ開花させるわ。お花開花で、まあ、エフェクトベーラーでもよかったけどね、これブルーミング発動しておくと、なんかちょっと打点がね、上げられるっていう効果が一応さ使えてさ、これ開いとかないと使えなくて、いつ開くか問題は結構あるんだよ。セット、なるほど、まあ、無限保養とかないとねもう無理ですよ、基本的にこの盤面は。まあ、無限保養抹殺でケアしますけどね。で、なるほど、はい、じゃあセリオンズリングで戦闘破壊耐性あるんで、これ一回耐えると。もう赤いやろこれ、これ赤って、これこの展開力、手札1枚っていうか、通常モンスター1体からこれ起きてんのやばくないか、これバカすぎるだろ。このテーマどうなってんだよ。まあこんなものはバトルフェーズしたらもう勝ちですわ。でぶん殴りに行く。でダメ系入るんですけど、なんかあります？ダメ系自分ダメしていいですか？ブルーミングで打点がバーン。リンク先のモンスターの打点を吸収するという劇的にやべえ効果を持ってるぞこいつは。さようなら。このデッキガチでやばい。対戦ありがとうございました。さあまくり返していこうじゃねえか。私のこのうららちゃんの効果で相手の初動を完璧に止めていくスタイルでいかないとちょっと厳しいなこれ。やっぱね、高校まくり能力勇者あるんでね、勇者のギミック引ければねワンチャンいける。ちょっと手札やつめっちゃ少ないんですよ今回の構築。先行制圧したくて、結構、まあ、そういうカード入ってるんでいっぱい。ピューです。あ、事故ってんのあいつ。うらら。これうららやったら止まんじゃねこれ。事故り散らかしてるな。さてはフュージョンデスティニーから入るって相当事故散らかしてるこれ。オーケーオッケーオッケー。ちなみに勇者ギミックなんていうのは勇者じゃねえやデスペニーだけだったら全然ね勇者からファイヤー。なるほど、事故で散らかしたデスペニー双剣だなこれ。まあでも言うて双剣安定めんどくせえか。双剣安定めんどくせえ。あ、ちょっと打てねえ打てねえ。あれ苦渋の決断。まあ、一応裏らチェックできてんだけどこれで魔法トラップゾーンにカードを置くぞ。さあどうする。これでお前の双剣暗転とかいう劇的にヤバいカードは踏んでいくぞ。誘発をね、誘発じゃねえや。はい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 。読んでいましたよ、そこまでは。まあ、タイヤ召喚したってことはそういうことですよね。さすがにね。で、これゴッドバードアタックなんで、はい、破壊されて、まあ、勇者ギミックは死んでしまったが、あとは、サンシード、ゲニウスロキを召喚してリンク召喚が取るかどうか。さあ、一体でリンク召喚。当たり前に相手の妨害はしっかりと、効果発動踏んで、よし、取ったー。じゃあ、世界終わりだ。まあこの展開通っちゃうと世界終わっちゃうんだよな。で、これどっちもいいんだけど、まあいいや、これドリアス効果と、双子効果。で、双子で、種も、回植えつけて、で、はい。で、木の効果で、この、なんかピンク色のおばはん出して、で、ピンク色のおばさんの効果で、ライフ回復。で、2体のモンスターで、ジャスミンティー。ちなみに皆さん、お茶は何が好きですか？私ね、ジャスミンティーが実は一番好きなんですよ。はい、意外にも。意外にもってなんだ？別に意外ではねえわ。お前がどんなお茶好きかどうかとか興味ねえわ。で、マルデルの効果でローリエを引っ張ってきて、でライフが自分の方が多いんでローリエかこれです。結構ね、デスペニー出すためにアナコンドとか使ってくれると意外とね、もう勝手になんか条件満たしてるパターンありますけどね。でローリエとゲニウスロキでジャスミンティーに2本目を飲んでいく。で、回復する。で、ジャスミン効果、名称指定つけろ。コナミどうした？名称指定つけるの忘れてるぞ。まあ、リリー・ボレアか。ここでね、リリー・ボレア持ってるとね、追加で、人参とかスポーはサーチできるんだけど。安全かか。ああこうだな。で、まあ、一応、リリー・ボレアからいくか。リリー・ボレア効果、自分の持ちの植物族を装備しながら自身が出てくるよ、効果。相手よくこの展開見てくれてんな。ありがてえわ。なるほどね。これ通っちゃうとさすがにもう、その手札がバトルフェーダーでも無理だよ。今時バトルフェーダー入れてるやつさすがにいないと思うけど。で、キングレギュラスね、効果で自分の墓地のリリー・ボレアを装備。はいお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 いで先に枯れた木ので種出してるか。こことマルデルで枯れた木出してでジョジョたちの木の効果によってゲニウスロキを蘇生。はいでもう一発出しに行ってもいいし出しに行かなくてもいいかも。これもはやこいつで殴ったら勝ちなんじゃね。打点的に植物族通常1体でリング召喚現れろ。3枚にスラッシャー打点アップ。これさこれ8000超えてる。ちょっと待って算数できねえこれ。アロマセラフィージャスミン1800回復して一応アンゼリカ出しいく。はいはい。でこれでベンガランデス出したらさすがに勝ちか、さすがに勝ちかこれ。こうだな、こことはいこれでこう3500、3200、1800。あ、でもそれさっき勝ってたか、ごめん。算数苦手でね。どうですかこの最強の展開力。さよなら。対戦ありがとうございました。これでこんだけ展開してということはまだ3枚残ってんの。このキャベエグすぎる。さあ完璧には悪くはないですね。これまあ勇者ギミックで1妨害以上踏みにはいけんで、なんか頑張ればなんとなるっていう話はある。うちでの小槌、そのカード入ってるデッキはろくなデッキじゃないとおばあちゃんが言っていたぞ。スモールワールドギータス何カダーラ DJ ス、やばい音響戦士、これ何、そんななんかスモールワールドまでして持ってきたい効果だったっけ DJ スって。なんかあーなるほど、あはいはい、リバース特殊リバースできるやつねこれね。DJ さん裏側の守備表示モンスターを、リバースできる。これ診断で結構ね僕勉強したんですよ、音響戦士。まあちょっと動画にしますけども、はいはい、ギータス、あいいですねこれ。これほんと純正なんかあれじゃん、音響戦士みたいな感じじゃん。アンプリファイアーもあ、じゃなくてゲネラールプローベンもあって、ゲネプロね、はい、ゲネプロで、DJ となんかシンセサイザーが、音楽を奏でるとなんかねみんな集まってくるんですよね、仲間が。はいで、シンセサイザー 2台目来る。はいでゲネラルプローベンでアンプリファイアーを、サーチでゲネプロがあんま分かんねえなあ。へえ、あ音響戦士持ってこれ強いね。あドラムですね、なるほどなるほどなるほど。でアンプリファイアー発動、なるほど。でギータスを発動、なるほど。でギータス効果ドラムス捨てながら特殊召喚か。はいでマイクス召喚権増えるやつね。はいで召喚権が増えました。でこっからどうすんだこれ。なんかバリアドンかなんかされんのか。結構ねバリアドンムーブね簡単にできるんでね結構強いんですよね。あエレクトラムね、はいはい。あこっからはもうなんかやばい動きしかされなそうだわ。すげえ展開力だなおい、やばいぞ。0から8スケール優秀すぎる。ペンデラム来た。さあ揺れろ魂のペンデラム、天空に描け光の枠。あ出てきすぎ出てきすぎ、あ出てきすぎ、やばいやつ来た、やばいやつ来た。なるほどね、ギアギガントクロスでサーチしてデベルラッケンペンデラム召喚できるの最強ですね。でああ痛いね。なんだその謎の盤、痛っいってえな。スターブベノムからの5000ライフ払って、スターブベノムやばいんじゃない。ボムフェニックスやばい、それは制限カード。なんかすごいよ、なんかバーンダメージ与えてくる気がする。確かなんだっけ、フィールドの数かけるなんか300バーンみたいな。アナコンティ、お前ライフどんだけ自分で削る。ああお前残りライフしてんだぞ。ナイチンゲールギタリスー DJ スーボムフェネックスいっていってあっソデッキやんけ。